うん、うん、はいはいはい、うん、ちょっと遅くなるかな。うん、うん、そうだね。親がまだ帰ってきてないんだよ。うん、子供寝ちゃってる。うん、はい、うん、え、誰か来た？はい、うん、とりあえずまた後で連絡入れる。はい。としおくん、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 開けるよ。としおくん、
図書くんさ、さっき誰かとおしゃべりしてなかった？お母さんたち遅いね。小林くん、今日小林くんと目が合った。心臓が張り裂けそうなほどドキドキして、私の頭の中には魚が泳ぎ回り、小林くんは今日もまたそして次第屋で漫画を立ち読みしていた。小林くんは今日学校に来なかった。小林くんがよく立ち寄る店で毎週欠かさず読んで。でも明日の小林くんはきっと元気になって、あの女いつものように私の小林くんに慣れ慣れしくつきまとっていて、小林くんってお酒が弱いのにいつも無理して飲みすぎちゃうから、小林くんが道端で吐いちゃって、見ていられない時があって、だけど私はあの女と違うから、私が小林くんの下宿先を知っていることがバレない。小林くんの部屋にはきっと私の想像する小林くんの気に入っている酔いつぶれた小林くんを彼のアパートまで送ることになり、小林くんのアパートにはタクシーに二人でもう何度も行っていたから、お酒を飲みすぎた小林くんは寝ちゃっている小林くん、全然苦しそうな小林くんの服を、
俊雄君、こんなとこにいちゃいけない。もしもし。先生ですね。佐伯ですよ。佐伯武雄。加代子の夫です。あ、もう加代子には会いましたか。今日から年屋の面倒はな、何を言ってるんだ。今まで私が先生の代わりに育ててきたんだ。そろそろ交代です。か、代わり、交代って。そうだ先生、赤ちゃん生まれましたよ。生まれた？これ女の子ですね。もしもし、お母さん？うん、うん、わかった。小林くん、
にちは。こんにちは。お相変わらず忙しそうだね。まあな、座れよ。お疲れ様です。はい、お疲れ。京子、お前もう今日仕事終わってんだろ。うん、少しどうだ。なんだよ。気持ちはわかるけどさ、信之君家で待ってんでしょ。あの子には今お兄ちゃんしかいないんだから。はいはいはい、わかりました。それで何相談って。ああ、それがちょっとお前に見てほしい物件があるんだ。見てほしい。うん、一軒家の売り家でさ。あ、いや、紹介とかじゃなくて。どういうこと。うん、今俺んとこで管理してる物件で、いわくつきの家があるんだ。いわくつき。前そこに住んでいた家族が全員死んだり行方不明になったりしてんだよ。まあ俺としては早めに売れてくれればそれでいいんだけど、全然買い手がつかなくってさ。かといってほら、お払いとかって大げさだろ。下手したら自分で噂振りまくことになるから。お前そういうの得意だろ。得意って、今日それで呼んだの。まあちょっと見るだけでも見てくれよ。はあ、失敗したよな。まあもともと事故物件ってことで安く入ってきたんだけど、いい家なんだよ。まだ綺麗だし。それがどこで何を聞いたんだか、ネットで変な噂が出ちゃったらしくて。でもお兄ちゃんがそういうこと気にするなんて珍しいね。別に、ただの円滑着だよ。売れなきゃただの金食い虫だしな。忍に払う慰謝料もまだ残ってるし。これ静かでいいだろう。ここで。おい、どうした。事件の後、警察が入って家の中はそのままだよ。まあ、買い手がそっくりもらってくれればいいんだけどな。いきなりかよ。なんか感じんのか。ここであった事件って、その村上さんと親子のこと。うん、まあ父親の方は生きてるんだけどな。一人だけ残されたってわけ。じゃあ今どこに。警察の話じゃ病院にいるらしいけど。そう、そりゃ女房と娘が一度に死んだんじゃな。違う、ここで死んでるのその二人だけじゃない。え、よくわからないけど。まあ中入るよ。ねえ、最近って誰。村上さんの前に住んでた人だろ。やっぱり安物には何かあるんだよな。この辺は静かだし駅も近いからなんとかなると思ったんだけどな。
京子。おい。清酒ってある？清酒って日本酒？持ってきて。これでいいか？これから私の言うことを必ず守ってほしいの。いい？なんだよ。いい？うん。もしこの家を買いたいって人がいたら、必ずこのお酒を飲んでもらって。は？いいから。その時、もしその客がまずそうにしたり吐き出したりしたら、その人には絶対この家を売らないでほしいの。ちょっと待て、どういうことだよ。清酒ってもともと霊的な力に反応しやすいの。昔からよく神前の儀式なんかで使われたでしょ。うん。強い力を帯びたお酒だと飲む人によって味が変わって感じるの。だからもし飲んだ人がおかしな態度を取ったら、その人にはこのうちは危険すぎるってこと。はあ。この酒はしばらくこの部屋に置いといて、契約する前に絶対飲ませなきゃダメだからね。じゃあ私も帰るから。おい、京子。京子。ごめん、私とにかくこの家から出たいの。
売れた？どうして事前に一言言ってくれなかったの？それはそうだけど、だったら私が言った通りにしてくれた？うん、酒だろ。うん、大丈夫、飲ませてみたから。うんうん、だから何ともなかったって。先方の客だって喜んでるし。うん、大丈夫、心配ないよ。なあ、それよりちょっと近いうちに俺ん家来れねえか？なんで？ちょっと信行が変なんだよ。あいつ最近どうも様子がおかしくてさ、ぼーっとしてて何にも喋んねえんだよ。まあいろいろあったからしょうがねえけど。うん、分かった。もしもし、鈴木ですけど。ちょっと急ぎで知りたいことあるんだけど、佐藤君の力貸してくれないかな。うん、ここ 1,2 年以内の事故で、住所と名前は分かるんだけど。ありがとう。鈴木さんも物好きだね。何調べてんだか知らないけど、その事件やばいよ。かなりの人間が死んだり行方不明になったりしたまま、まだ何も解決してない。ま、鈴木さんは死なないでね。じゃあ。ありがとう。今出かけてるんですけど。じゃあ戻ったらこれ渡しといてください。あ、はい。あの、兄が引っ越した団地の住所教えてもらえますか？
ちゃん、ノブちゃん、あんたこんなところにずっといたら死んじゃうよ。おばちゃん、隣の橋本ですけど、大丈夫ですか？何ですか？今、すごい悲鳴したでしょ？悲鳴？今、お宅で赤ちゃんの泣き声と女の人の悲鳴聞こえてきたもんだから。うちには赤ちゃんなんていませんけど。ちゃん、北沢さん。はい。あ、ちょうどよかった、ここサインをお願いできます。あ、はい。じゃあ、はい、ここに。あ、はい。こちらにはいつ頃から？まだ1週間ちょっと前くらいですけど。そうですよね、ここ少し前まで空き家でした。どうも。はい。じゃあこれ。どうもご苦労様です。おい、コーヒーの豆勝手に変えちゃダメだよ。
うちじゃブルーマウンテンで決まってんだよ、我が家は。青山育ちなんだからな。ダメ。あー、卵の黄身、いつも半熟にしてって言ってるでしょ。私は病院で診てもらった方がいいと思うよ、やっぱり。医者に見せて治るようなもんじゃねえ。まったくそんなことばっかり言って。それじゃ今日からどうするのさね。お前には分かんねえのか。あれはただの病気じゃねえのか。そんなこと言ったってあんた。俺も親父の言う通りだと思う。達也、お前やっぱり何か知ってんのか。京子に何かあったんだな。俺が信行と越した先の団地の部屋なんだけど、京子はそのうちについとったもんに取りつかれたってことか。お父さん。お前は黙って聞け。京子は小さい時から怪しげなものをよく見とったようでな。俺も子供の頃によく見たからすぐにそれが分かった。あんた、そんなこと今まで一遍だって。言わなかった。言ってどうなる。何にも見えんもんに話したところで怖がらせるだけだろうが。でも、まさかこんなことに。私は
病気だろうが狐つけだろうが元の京子に戻ればそれでいいんだよ。達也、あんた何とかしておくれよね。達也、やめとけ。こいつには何もできん。無茶を言うんじゃねえ。達也、お前すぐ家に帰った方がいい。あんた、でも京子は。京子だけの問題じゃねえ。達也、今すぐ帰ってその家を何とかしろ。早くしないと自分も持ってかれるぞ。あ、もしもし。あ、俺だ。え、今か。うん、ちょっとな、これから北田さんのとこに寄ってから帰るから少し遅くなる。社長、先ほどから京子さんがいらっしゃってるんですけど、どうします？え、何言ってんだよ。切るからな。もしもし、もしもし。やっぱり社長、今日は帰りが遅くなるようですけど。そうですか。はい。ああ、どうも。こんにちは。すいません、突然お邪魔しまして。いいえ、どうぞお楽に。今お茶入れますので。あ、お構いなく。ほう、だいぶイメージ変わりましたね。佐伯、どうぞ遠慮なさらずお座りください。あ、今日はご主人どちらへ？今日はあいにく朝から出かけてて。何かお話でも？あ、いえ、たまたま近くを通っただけですから。そうですか。主人もマイホームが手に入って張り切ってるんですよ。じゃあ次はお子さんですかね。主人も私も子供が好きなんで早くできるといいんですけど。あ、すいません。そういえば鈴木さん、お子さんいらっしゃいましたよね。ええ、中学1年になるんですけど。奥さん、これうちの子が書いたんです。え、あの子そこに飾るの嫌がるんですけど。あの、ここに佐伯って。あいにく今日は
朝から出かけてまして、何かお話でも。おい、いい加減にしねえか。そろそろ。それ私の日記です。もしもし。どうかしましたか。いえ。
さすが一応一軒家なんですね。飯塚、余計なこと言うなよ。はい。はい。どうもお久しぶりです。はじめまして、飯塚です。吉川さん今いますか？主人でしたら会えますね。あの吉川さん急に辞めてしまって、私ら世話になったまま挨拶もろくに。主人は今会えません。体の具合でも？はい、体の方が優れませんので。でもこの前まであんなに。お二人が来たことは伝えますから。神尾さん、吉川さんの病気って母さんですよね。あ、おい、やめろ。確か1ヶ月前母親と祖父母が自殺、今は親戚の家に預けられてるはず。飯塚、あの子が以前母親と住んでたところ聞いてるか？いえ。前に小林っていう教師の夫婦がやられた事件あったろ。団地のあれですよね。うん、もともとあの夫婦が住んでた同じ部屋なんだ。小林の妻はあそこで殺された。でもそんなのただの偶然だよ。でもな、それじゃあ小林の方が死んだうちはどうだ。あそこじゃあその後越してきた村上家の母親と娘は死亡、長男は未だ行方不明、病院にいた父親も先月姿を消したまんまだ。そしてその後の北田夫婦もここ数週間行方知れず、他にも関連の人間が次々と姿を消してる。不動産の鈴木、中学高校の教師や学生、結局無事なのはあの子だけだ。でも行方不明の人間がみんな死んでるとは限らないし、もしかしたらその中に犯人がいるかもしれません。それを調べてた吉川さんがあの通りだ。お前にできると思うか？でも この前吉川さんの荷物整理してたら変な写真が出てきてな。写真ですか？
これ見てみろ。吉川さんが隠しで撮ったあのうちの写真だ。窓のところに失踪直前の北田芳美が写ってる。こっちはあのうちに引っ越してくる前の北田芳美だ。飯塚、それ見てどう思う？だいぶ印象変わるもんですね。この吉川さんの撮った方、誰かに似てると思わないか？え？佐伯、かや子だ。何するんですか？笑われてもいい。この関連の事件から俺は降りる。お前も早く手引いた方がいいぞ。神尾さん、あなた、いい加減に。ほら、あなた。来てますよ。来てる。本当にこの人なんだな。似てるだけじゃないか。この人が何かしたんですか？この人もうとっくに死んでるよ。そう。じゃあ私が会ったのは。お前は黙ってな。直樹がいなきゃ何にもできないくせに。てめえ、エミ、もういいよ。こいつら言っても分かんないよ。ほっとこ。てめえ、何よ。少しは鈴木くんとか見習ったら。あいつはちょっとおかしいんだよ。あんたたちの方がよっぽどおかしいっつうの。俺らは何がおかしいんだよ。言ってみろよ。おい信之、てめえ真面目ぶって調子に乗ってんじゃねえぞ。うわ、
なんだよこいつ、気色悪い。鈴木くん、こいつらの言うこといちいち聞いてちゃダメだよ。そうそう。来た。ただのおばさん。こっち見てるって。入ってきたらどうしよう。入ってくるわけないじゃん。泉は臆病すぎんの。あ、何それ。お酒。なんでこんなとこに置いてあんの。信じらんない。